私たち重度の難聴がありますが、たくさんの方々に手話を知ってもらうために2人で活動してます。手話ダンスを見て少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。それではダンボのお二人よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。手話ダンスユニットのダンボです。よろしくお願いします。私たちは生まれつき重度の難聴で、私たちは生まれつき重度の難聴で人工内耳をつけて生活をしています。難聴に対しての理解と手話を広めるために手話ダンスを通してたくさんの方に知ってもらいたいです。これからレモンとマリーゴールドを踊ります。風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、僕が君の耳